やっぱり出てきたね。少しは不戦勝も期待してたんだけどな。さすがは黒金くんだ。来てくれインテル。そんなに僕が許せないかい。でも勝つのは僕だ。赤く染まれ蹄。綾辻先輩ってどんなブレイザーなのかしら。それが彼女に関してはほとんど情報がないのよ。去年までの公式戦には出場していないから、データが残ってないし、今年は剣技一本で勝ち上がってきてるから能力もまだ見せていない。つまりどんな能力を隠し持っているかが戦いの行方を決定づける。レッツゴーアヘッド。どうだい、僕のノーブルアーツ、風の爪痕の味は。答えますね、なかなか。傷を開く、それが僕のデバイス、蹄の能力。おそらく空間に前もって仕掛けておいたトラップを発動。見えないかまいたちで切り裂いた。前もって空間につけた刀傷、それを開くことで周囲の空気が急激に吸い込まれ、結果副産物としてかまいたちが生まれる。だとすればこのリング上の空間にはすでに数百もの刀傷が仕込んである。逃げ場はないよ。事前に罠を仕掛けるのは反則。もし彼女がそうしていたのなら、反則が明らかになった段階で試合は即没収、お兄様の勝ちとなります。よし、まだ気づいていない。黒金くんはまだだよ。避けた。まさか僕のトラップに気づいたの。でも確証はないはず。今のうちに。今の攻撃は何でしょう。まるで傷が一人でに開いたように見えましたが、今のも綾辻さんの僕の能力で傷を開いた。たった今この蹄でつけたほんの小さな切り傷をね。つまり急所に食らえばたった一撃で致命傷になる。金くん、お兄様。誘われた。お兄様の得意とする変則ガード。相変わらずクロスレンジは鉄壁ね。そうね。やっぱり綾辻さんは僕の思ってた通りの人だった。で、何かな何かな話って。はい、今日の試合、綾辻さんは間違いなく反則を使ってきます。本当に？じゃあ反則を確認したらすぐ試合を止めて。いえ、この試合あえて反則のジャッジを取らないでほしいんです。もし本当に綾辻さんが反則したら、募集試合で黒金くんの勝ちになるんだよ。選抜戦での一戦一戦がどれだけ大事か分かってるよね。はい、一つでも負けたらきっと
七星剣舞祭の代表には残れない。それでも君は。お願いします先生。理由を教えてもらえるかな。信じたいからです。信じたい。綾辻さんとの縁をすっぱり切ってしまえばこの試合は僕の勝ちとなります。本当にそれでいいのかって考えても考えても答えは出ませんでした。でも一つだけ分かったことがあります。それは何。僕は彼女との縁を切りたくないんだという僕自身の気持ちです。だから先生、僕に彼女の真意を確かめる最後の機会を許してください。綾辻さん、今の君の立ち筋も踏み込みも呼吸も何もかもめちゃくちゃだ。僕が教えたことは愚か、もともとできていたことすらまともにできちゃいない。どれだけ頭で悪ぶった自分を作っても魂は欺けない。心が迷っている剣に本当の力は宿らない。黙れ。綾辻さんは綾辻さん本人が思ってる以上に誇り高い人だよ。君とお父さんの綾辻一刀流が僕にそれを教えてくれた。僕は迷ってなんかいない。2年前に思い知らされたんだ。どれだけ誇り高く戦おうが負ければ全部台無しなんだって。結果の伴わない綺麗事なんて何の意味もない。だったら何をしてでも勝つ。どんなことをしてでも勝って取り戻せんだ。なら僕のやることはたった一つだ。綾辻さん、僕の最強をもって君の誇りを取り戻す。黙れ。行くよ綾辻さん。黒金選手ダッシュ。しかしこれは一刀しらではない。魔力を持ちない鉛の突進だ。これが黒金君のパーフェクトビジョン。あることは分かっていた。これを上回らなきゃ、これを超えなければソードイーターも勝てっこない。負けられない。ここで引くわけにはいかないんだ。まだまだ終われない。第4試験、蜃気楼。